ウィロード第3節1戦目。この場面打席には山川が入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。初球打ち足立一塁送球一塁アウトで3アウトチェンジです。ここで打席には坂本が入ります。さあワンアウトになりましたが追加点の欲しい場面、まあ、この辺りに中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほどそうですよね。2球目は何で来るか。打ったヒットになりました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー3塁1塁。スピードボールを持っています。変化球が決まりました。いいまっすぐですね。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。ショートが取る。これでスリーアウト。試合終了。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧